こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。大腰筋の話です。大腰筋、腸骨筋とで腸腰筋と言いますが、この骨盤内のインナーマッスルは骨盤、股関節、脊柱をつないで歩行や姿勢に関わる大切な筋肉群です。腸骨筋は骨盤の上部から始まって大腿骨の小天子に停止する胆関節筋で大腿骨を引き上げるときに働きます。大腰筋は第十二胸椎と第一から第四腰椎椎体という広い範囲から始まり、途中で腸骨筋と一緒になって大腿骨の小天子に付着する副関節筋です。腸骨筋は大腿骨を引き上げるという単純な働きであるのに対し、大腰筋は股関節を曲げる、骨盤を立てる、腰椎を腹側に引いて脊柱の S 字を維持するという複雑な働きをします。さらに自律神経とも密接な関係を持つ重要な筋肉なのです。大腰筋が衰えると骨盤が後ろに傾き、内臓を支える腹筋群が緩んで内臓が下垂します。さらに姿勢のバランスを取ろうとして、顎や胸椎が前に突き出し、猫背になってしまいます。当然腰回りの筋肉も弱まり、筋肉の代謝全体が悪くなって、内臓脂肪も皮下脂肪もたまりやすくなるのです。こうした状態では交感神経の働きも悪くなり、ますます代謝が悪くなり、冷え性や更年期障害、便秘を引き起こすことになります。当然歩行能力も影響し、つまずきや転倒の危険性が大きくなります。実際高齢者に大腰筋のトレーニングを行うことで、歩行能力が著しく改善したとの報告もあります。高齢者になると大腰筋が衰えてきますが、最近では若い女性も運動不足のため大腰筋が細くなっていて、それが冷え性や隠れ肥満の原因になっているとも考えられます。簡単なやり方ではスクワットが効果的ですが、無理な場合は腰掛けた椅子から立ち上がるなどの繰り返しでも効果は見られます。では本日のお話はこれで終わります。